はい、シュプリームプラスです。じゃあ今日は海外の売れ行き完売タイムチェックしていきたいと思います。今週は23年 SS シーズンウィーク1立ち上げ、いよいよ開幕ですね。海外ではもう、昨日発売となっておりますので、海外ではどの辺のアイテムが人気だったのか、完売タイム早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。それから動画の後半では着画も一緒にこの動画の中で見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで海外の売れ行きチェックしていきたいと思います。早速シュプリームのこちらは、ロンドンですね、 EU つながっております。まず完売タイムからチェックしていきたいと思います。完売タイム早かったのはやっぱりボックスロゴ T、 トーナルボックスロゴ T ですね、カーキー。でもタイムはそんな速くないですね、 78.5 秒。それからブライトブルーっていうこの水色のカラーも人気になっていると、トーナルボックスロゴ T。 それから絞りのルーズフィットジーン、これが速いですね。これは日本でも人気になりそうですね。トラッカージャケットとあとこのジーンズ両方とも人気になりそうですけど、特にパンツが速そうですね。ボックスロゴ T はやっぱカーキとこのブライトブルーっていうカラーが人気になっている。あとネイビー、カートコバーンティーはオリーブが一番早くて122秒って、まあそんな早くないですね。上位は大体ほとんどがボックスロゴティーになっているということで、完売状況を見ていきたいと思います。売り切れになってるアイテムだけ見ていきたいと思いますけど、まずミッチェル&ネスのバーシティジャケットはネイビーとブラック売り切れになっていると。絞りのトラッカージャケットブラックが売り切れになっていると。アンブロは残ってますね。それからカーディガンはこのマルチカラーの禁止のカラーが人気になっていると。フーディは残ってそうですね。それからベースボール、これが人気になってます。サテンのベースボール、ホワイト以外グリーンピンクブラックが売り切れになっていると。それからトップス類はワンツーファックユーがすごい全部売り切れEU ワンツーファックユーが全部売り切れになっていると。それからトップスは残ってそうですね。あと T シャツ立ち上げ T はどうでしょうか。やっぱりボックスロゴ T が全部売り切れになっていると。スモーク T もブラックとパープルが売り切れ、それからウォーターカラーティーも人気ですね。ウォーターカラーティー全部売り切れ、カートコバンティー、全部売り切れ、T シャツはボックスロゴティーとウォーターカラーティーとカートコバンティーが全部売り切れになっていると。パンツ類とかはこの辺は残ってそうだね。あとバスケットボールショーツピンクが売り切れになっております。キャップ類ニューエラ残ってる、 S ロゴが残ってる、それ以外B2 類も全部残ってると。あ、バック結構人気になってますね。バック、ゴンズの、オリーブカラー、含め、バックパックはブラック以外、ダフルバック全部売り切れ、メッセンジャーとか、あとサイドバックとかウエストバックとか残ってますけど。それからブックですね。本が売り切れ、それからシリカのマルチスール売り切れ。それ以外は、あとデッキが、ボックスロゴデッキが売り切れになっているというような状況になっておりました。US の方も見ていきたいと思います。はい、 US ニューヨーク、完売タイムから、完売タイム US の完売タイム、あ、ほぼ EU と変わらないですね。絞りのルーズフィットジーンズが一番早いと、1分ぐらい、それからトーナルボックスロゴ T はやっぱりカーキとブライトブルー、これ2色が人気、カートコバンティはライトオリーブが早いっていうのもうほとんど一緒ですね。で、トーナルボックスロゴ T がほぼ上位を占めているという状況は、変わんないですね。ただ、タイム的にはそんなに速くない感じがありますね。完売状況を見ていきたいと思います。大きく。はい。ミッチェル&ネスのバーシティジャケットは EU で売り切れになってましたけど、US は残ってると。絞りのトラカジャケット、これブラックやっぱり売り切れになっていると。パンツさっきの残ってたんだね、 EU はね。絞りのパンツ、フーディー類も全部残ってる。 US はあんまり売り切れになってないですね。このベースボールも残ってる。
トップス全然残ってるね。あ、ワンツーファーキューはピンクが人気ですね。それから立ち上げティーは、ボックスロゴティーが全カラーソールドアウト。そしてスモークティーはブラックですね。ブラックが人気ですね。ウォーターカラーティー、ジョーロバツデザインのウォーターカラーティー、これいいですよね。これも US も人気になっていると。カートコバーンティーも人気、全部売り切れかなと思ったらこれだけ残ってますね。ペールブルーみたいなやつ、ロケーションティー残っている、ニューヨークティー残って、チェルドレンティーも残ってると。絞りのパンツは売り切れになってないの？あ、なってるね。ブラック、ブラックの方が人気ですね。 EU はどうだったんだろう、売り切れになってなかったように思いますけど。グリーンのバスケットボールショーツ、これが売り切れになっていると。ちょっとその前に EU の絞りのトラックパンツ、ちょっとどう、あ、ブラックやっぱり売り切れですね。ブラックが売り切れていると。はい、はい、ニューエラ、エベッツ残ってる。キャップ類はスウェードのキャンプキャップのピンク、それからあ、やっぱバックパックが売り切れになってますね。こっちはレッド、ブラックが売り切れになっていると。それからレッドのダッフルで売ってはいるんだよね。たまにあの売ってないって時もあるんで、バックでもまあ在庫かけてたり売ってたりするんで、多分売ってるんだよね。売り切れになってるってことですね。ウエストのレッドも売り切れになってると。あとシリカのこの自転車用のマルチツール、これ人気ですね。 US でも EU でも売り切れ。ボックスロゴのデッキはブラック、レッドが売り切れになっているということで、海外の完売状況を見てまいりました。立ち上げティーのカートコバーンティー、ジョーロバーツのウォーターカラーティー、それからボックスロゴティー、この辺が順当に人気になっていると。あと絞りのトラッカージャケット、トラックパン、ルーズフィットジーン、この辺が人気になっているというところですかね。ということで後半は着画をチェックしていきたいと思います。まず着画見ていきたいと思います。まずはこれですね、パッチワークのパーフィージャケット、これは結構国内人気になっておりますけれども、かっこいいですね。あ、これルーズフィットジーンズも入ってるんですね。シュプリームのロゴも大胆にフードに入っているというデザインになっております。まあ、こっちのパッチワーク柄が多分人気になるんだと思います。ブラックはそこまでじゃなさそうですけど、ブラックはブラック単色なので。それからこのミッチランドネスのバーシティジャケット、こう豪華ですね。これが結構売り切れになってましたね。 EU で、 EU はこのネイビーとブラックが売り切れになっているというような状況になっていると。ネイビーかっこいいですね。赤いシュプリームのロゴになっていると。それからブラック、この辺が人気になっていると。それからグリーンモデル、それから絞りのトラッカージャケット、絞り染めでシュプリームってなっているトラッカージャケット、やっぱりブラックが今回人気になってますね。デニムのアイテム結構あのこっちのインディゴの方が人気になりやすいんですけど、今回はロゴの、ブラックだとロゴがよりよく見えるっていうのもありますし、これかっこいいですね。着画見てもね、ブラックが人気になっていると。ブルーのパンツもいいですね。なのでこれはね、結構パンツが特に日本であの完売早そうだなって感じがしますね。ジャケットもそうですけど、特にパンツ数少なそうですね。それからアンブロのトラックスーツ、これは海外では売り切れになっておりませんでした。意外ですね。700フィルのダウンパーカー、それからパフィージャケット、そしてこれも人気になってましたね。 EU でこれいいですよね、品があってね。カーディガン、モヘアカーディガン風のアイテムですね。それからクルーネックセーター、これも国内注目のアイテムになっております。シュプリームのロゴが後ろに入ってるんですけど、後ろの画像はちょっと今ありませんけども、それからローニンシャツ、そしてファルコンのフーディー、それからバスケットボール、なんだっけ、シャツですね、チェックシャツ、
それからこれも人気になってましたね、海外では。サテンのベースボールジャージ、ベースボールジャージ結構シュプリームは毎回人気になりますね。今回も結構人気になっていると。これも注目のアイテムですね。サテンのブラックかっこいいですね。上下で合わせてもかっこいいですし、それからこれがスクリプトのフーディー、そしていよいよ立ち上げてきましたね。立ち上げていはボックスロゴティーが出ると。ボックスロゴティー、このあのカーキ、それからパープル、そしてもう一色注目カラーになっているのが T シャツ、ブルー系のカラー、ライトブルーじゃなくて、あれ何色ってんだっけ、これブライトブルー、これが人気になっておりますね。これから暖かくどんどんなってきますから、夏のシーズンとか爽やかで可愛いですね。いい色、涼しげでいい色ですね。それからこのカーキ、この2色が人気。他にはホワイト、今回トーナルボックスロゴなんで全部ボディのカラーと一緒ですね。イエロー、ブラック、まあ定番でブラックも人気になりそうですけど、注目カラーはダスティーパープル、それからブライトブルー、タン、ブライトブルー、タン、この3色が早そうですね。タン、カーキ、海外ではカーキが一番人気になっていると。このダスティーパープルも可愛い色ですけどね。そしてブラック、カーキ、ホワイト。その他には、この7色で発売になる予定になっていると。ネイビーがあるのか、あと。ネイビー。ん?7 色。ブラック、あれネイビーが入ってないね、これ。ネイビーがあるんですけども8色出ると。それからウォーターカラーティー、これも人気になってると。ジョー・ロバーツデザインのウォーターカラーティーなんですけども、これも着があったな、これだ。可愛いですね。水彩画で、水彩絵の具で、シュプリームってロゴを描いたようなプリントになっていると。まあカラフルなマルチカラーのプリントになっているので、非常にポップで可愛いですね。それからチルドレンティーの着画も出ていると。最後アクセサリー類はキャップが出ますけれども、このエベッツの S ロゴキャップ。これエベッツ製のボディを使った、ヴィンテージウールということなんですけど、これはまあ珍しいですね。通常はニューエラーのボディ使ったアイテムか、もしくは自社の S ロゴキャップっていうのがまあ一般的ですけども、今回はエベッツのウールのこのキャップ出ると。ヴィンテージウールのキャップ。それからバッグ類が結構海外で人気になってましたね。この大きめのバッグ、それからダッフルバッグ、この2つが人気になってましたね。メッセンジャーバッグも大きいですね。これいいですね。これいいですね。ちょっとこのサイズ感が結構いいな。メッセンジャーバッグ大きめで今回いいですね。何リットルだっけ ?30 リットルぐらいあるのかこれ。まあちょっと今わかりませんけど。あとまあサイドバッグとウエスト。まあ日本ではこのちっちゃいバッグが結構人気になりやすいんですけども、ウエストとサイドバッグが人気になりやすいといつもの感じでいくと。まあ、海外ではあんまりこういう小さいバッグ持つ習慣がないので、このサイドバッグみたいな、ショルダーバッグみたいな。持つ習慣がないのでリュックとかが売れてるって感じなんでしょうね。ゴンズポエムのリュック、いいですね。いたずら書きみたいなプリントですけど、ということでウエストとサイドバック、国内はこっちの方が多分人気になってくるんでしょうね。ただもしかしたらあれが少ないかもしれませんね。バック類は、バックパックは数がね、ちょっと分かりませんけれども、それからこれはダルトンのトレーとクリップ、クリップは3色セットで発売になると。そしてホーロー鍋、これはストーブのホーロー鍋、それから立ち上げのステッカーはこれですね。なんだこれこれなんだなんかおかしいですね。ボックスロゴは切り込みが入ってるのか、これちょっとよくわかんないですね。分割できんのかなっていうこと、入れ替えられるとか、そういうことかな、文字を。
ちょっとわかりませんね。切り込みが入ってる風に見えますね。あとまあスモークティーとかリーパーティーのやつとか、あとチルドレンとかっていうのが立ち上げのステッカーセットになっていると。ボックスローティーがどんなのが来るのか楽しみですね。それからボックスロゴスケートボードデッキ、これも人気になっていると。やっぱりあのブランドカラーのレッドとか、あとブラック、この辺のホワイトは少し人気控えめなのかな、このレッドブラックに比べると、という感じになっておりました。ということで今日は海外の売れ行き完売タイム、それから着画を見てまいりましたが、やっぱり立ち上げ T が一番注目ですね。まあ、T シャツ手出しやすいってところもありますし、ボックスロボ T が出るっていう、それからカート小判 T 着がないですけど、カート小判 T も、結構海外では人気になっていると。日本でも人気になること間違いなしですね。あと絞りのこれトラッカージャケットとルーズフィットジーンズ、この辺が注目、アイテムになっているということで、今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。